4編成、例えば1学期は1つの式で答えが出た。だんだんとその式が2つ、3つになってくる。とするとですよ、その式がなく筆算で何か数字を出した。一生懸命筆算しているうちに、今何を出すためにこれをやってるのかを忘れていく。笑い話みたいですけどね。これ本当に多いんです。